よいしょと、上は何もないから降りよっか。それで下に降りて、やっと下に行けたね。何これ、第三のもん。あ、これ押せるじゃん。ゆっくりだなこれ。あれ、もう押せないの。戻ってくる。押してる間にどっかがなんかなってるとか。これも押せるかな。これは押せない。これ押してる間だよね、多分。押してる間になんかが起きてるんだよ、どっかで。先の方で。今だ、行くぞ。うん、何も落ちてないな。何なんだろう、なんかありそうなんだけどな。まあいいか、後悔は。後で戻ってくるのかもしれないしね、ここまた。なんだこりゃ。気持ち悪いぞ、なんか。花が燃えてるのか、これは。何なんだろう。炎と水が混じってるね。油かな。まあいいや、先に進もうか。おお、顔みたいになってる。ああ、これマリオとかでありそうなやつだ。クッパのステージとかでさ、食らってるし。これちょうだい。あ、こうやって弾くのか。なるほど。あ、怖い。今ピアノのガーンって音が鳴って怖かった今。足場に使うってことだよね。よし、オッケー。え？ててててててて。じゃん、今の完全に。え、これ難しいんですけど、かなり。1,2,3 今だ。しゃよっしゃ、オッケーオッケー。やっといけた。え、なんで。ああ、あれを使うのかな。うん、行き止まりだ。だってさ、これで登っていけんのかな、上に。いけたいけた、オッケーオッケー。お、なんだこのスイッチは。ああ、出口か。これを使っていけってことね。じゃあ、どこから行けばいいかな。まずね、あそこに箱があるから、あの箱引っ張れないかな。あ、無理か無理か。止めないと。一回刃を止めないとね。回転刃を止めておかないと。で、これをいただくと。あれ、上になんかあるぞ。これナンバー2だ。何なんだろうこれ。1,2,3の順番で押すとか。
違うか分かんない。どっかでなんかなってるかな。何にもないです。え、これダメじゃないですか、もしかして。もう戻れない。お、ゆっくりになる。これ行けるかな。行けないよね、やっぱり。行けないですよね。待って、この部屋気になる。ちょっとあった、ブロンズリワード5個目。よし、お手手パッチンしていただきますってね。とりあえずもらえるものはもらっとこうぜっていうことで、もうちょっと歯上行って刃上行ってくれ。もうちょっと仲間が来れないんだ。よし、 OK。ここなんか行けるね。行けますね、ここなんか。ここ1だ。1、2、3の順番で押すんだな、これは。絶対そうだろう。あ、1はも、1押したら戻らない。ってことは2を押したら戻らなくなるのかな。ゴールドリワードか、もしかして。お、戻ってこなくなった。戻ってきてないよね、これ。よし、じゃあこれでいけるじゃん。3のボタンを押したら何が起こるのでしょうか。楽しみです。お、あそこが開いた。おお、ゴールドリワードか、これは。よし、ゴールドリワードもうゲットした。じゃ、ボス戦が近いってことか。このステージ短いな、かなり。もうボス戦なの。早くない？ちょっと。それとも、今までの説とは違って、特別なのかもしれない。ベルタースオリジナルかもしれない、これは。あー、この箱は、この檻は、また、炎の道で使うってことね、多分。今度は、面積が広いな。あ、じゃあこれ箱で箱を、檻で檻を押せばいいのかな。 OK、 よし、うまくいったぞ。よっしゃい、 OK、 もう箱いいや。スイッチオン。でも上が気になるな、ちょっと。ん？
上が開いたのか今。炎が消えた。ダニ？ダニ？なんだと？なんだと？どういうことだ？あ、これやってる間上がるってことね。なるほど。ちょっと面白いから止めてみよう。この箱止めちゃおう。よし。もう箱は使わないのかな。チェックポイント。え、捕まっちゃったんだけど。あれ、オカピーポーなんだけど。オカピーポー、オカピーポーじゃないですか。これ何なの。なんか引っ張られる、引っ張れるんだけど。これ左側から聞こえるな、音が。これが開くのかな。ああ、箱持ってくればよかった。あれが開いてるね。ここは、ここはまだ行けないね。あっち、こっちから回る、回っていくのかな、おそらく。え、これ無理でしょ。え、積んだんですけど。これスイッチか、もしかして。引っ張ってるんですけど。え、オカピーポー、あっちにもあるから、もうグラップルで行ってみるか。わあ、これ水なのか、水だったのか。水だったのかよ、これ。もうびっくりした。グラフィックの設定最低にしてるから、水が透明なんだよね。もう水だったのかよ、これ。びっくりしたよ。もう。お、それで破壊できるかな、あれ。まっすぐ引っ張ればいいのかな。落ち着け、落ち着いてくれ、落ち着いて。当たってるけど。え、壊しちゃった、壊れちゃったこれ。え、あ、開いた開いた、よかったよかった、開いた開いた。え、待って、え、取りたいんですけど。あ、グラップルで取ればいいのか。 OK OK、 よし。今何個目だ。3個、ブロンズ6個目、シルバー3個目、ゴールド1個。よし。